2日 JA マニア福田支所に運ばれてきた大葉春菊です。今年の出荷は11月9日から始まり、徐々に出荷量が増えていて、今月末が一番の最盛期となります。大葉春菊は厚みがあり、葉がギザギザではなく丸っぽいのが特徴です。この時期は軸が太くて葉が大きく食べ応えがあります。また春菊特有の苦味が少なく、シャキシャキとした歯ごたえで食べやすくなっています。大葉春菊の生産者たちのおすすめは、定番の鍋料理で使うほか、おひたしも美味しいということです。大葉春菊の出荷先は岡山県内で、出荷量の見込みはおよそ 7.5 トンです。出荷作業は来年2月末から3月上旬頃まで続く見通しです。